ということで、皆さん、今回はホラーゲームをやります。ホラーゲームにしては珍しく、マックス8人でいけるみたいです。なので、まあ、いつも4人なんだけど、まあ、大人数で挑めるので、まあ、一発クリア、目指して頑張っていこうと。多いよね。まあ、8人ちょっと多すぎる気もするけど、テストプレイやってもらった感じ、なんかこう、怖いというか、まあ、ビビらせに来るみたいな感じらしいので、まあ、ちょっと気になるところではあります。おいおい、お前言ってたか？ペアペア。おい、お前、俺と一緒に待機してたな、ロビーでな。お前、一試合も行ってないやな、お前な。まあまあまあ、はい。ということで、今回のマップです。ライトというホラーゲームになっています。明かりがランダムに消えるので、消えるとランダムなイベントが発生する。この顔、ウィアードストリクトラットっぽいんですよ、皆さん。はい。そのイベント自体は、小さい環境変化からモンスターまで何でもある。で、このミニ釣りマインってやつを、過去にやったんだよね。俺とかコマンダーと誰だっけな、4人とかで確かやったの。時間が経てば経つだけ家で奇妙なことが起きていくみたいな、ポルターガイストみたいな。でなんか一定時間経った後に家の外出ると鍵見つけろみたいななんかミッションが出たりとかね。で後半なんか走って逃げないといけないとか、結構ねクオリティが高いゲームがあったんですよね。はい、っていうのがあるので、まあちょっと気になってはいるので、最後がどうなるか気になった人はね、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。はい、じゃあチャレンジしていきます。まあ、普通でいいんじゃない？バカかお前、無理だってお前。絶対普通でいい、みんな、最初は。2回目以降にしよう、絶対。いや、だって、みんなあれでしょ、だって、普通でもクリアできないんでしょ？なんで？って、まあ、クリアできんやん。いい、普通でいいの。普通の後に狂気とかを確認すんの。絶対きついって、このメンツじゃ無理だろ、おい。シャルロット、水原、猫チキ、ペアパヤ、レア。うん、スワンコかさ、お前、いけるかお前らで。おい、ビビり組じゃねえかお前ら。な、全員な。あー、懐中電灯が F ってことね。じゃあ一旦初見で行くよ。なるほど。家がいっぱいあって。あ、お金の回収できるじゃん。お金回収しつつ、外には出れないんだね。多分さ、これあれだよね。部屋が暗くなったらなんかあるんでしょ？ほら。こんな感じで、カーテンを閉めたりできるけど、途中経過、ある一定時間だったらカーテンが開くようになってる。っていう感じだね。あ、消えたよみんな。大丈夫？なになになに？あなたはそれです？なになになに？ Find me！ 何？私を見つけてって言われた。私を見つけてって何？みんなも出た？私を見つけてって。カサくん？はい、カサくんがまずやられましたね。あ、冷蔵庫の中と隠れられるんだ。うん、スワコくん怖い。生首や、お前。多分今のも何かをしないといけないんだろうね。で、できなかったからカサくんはやられたんでしょう。っていう感じだね。カサくんどうだった？あ！みんなまた来るぞ！うるさいなと思いました。うるさいんやって、ワイちゃん。多分次のランダムイベント来るよ。暗くなったらイベントだよ。なら次は。猫チキ？なんで？ね、猫チキはなんでやられたの？今のイベントって何？音がでかすぎるだって、ちょっと音下げるかみんな。多分鼓膜破けるかもしんないよ。なんか今のとこよくわかんないね。仕組みが全然理解できない。これカーテン閉めた方がいいんじゃね？まだ疲れを感じていませんだって。どういうこと？寝る？とりあえず閉めるわカーテン。あ、ベッドの下に何かがいるだって。やはは、ってなんや、カサくん。ってことは、今、疲れていませんっていう時には、あ、そうだね、ほら。ベッドモンスターって書かれてる。あなたのベッドの下にいるみたいな。だから、今のワードでベッドに行っちゃいけなかったんだ。はー、なるほど。皆さん、ちょっと戻ってきて、もう一回行こっか。でもなんか、一定なんかいろんな条件下がありそうだね。この条件は OK でダメみたいな。この場合はここに移動するとかがあるんじゃない？ゲームが始まった時なんか文字読めたよね。イベントがモンスターになる。ライト消されてるランダムイベント。イベント数28。疲れている、寝るべきかもしれないに変わるとかあるじゃん。10分間プレイした後疲れを感じませんのテキストがイベントって書いてる。そうなったら寝てカットシーンが終わるまで残ってって言ってる。睡眠イベントを残した場合はまだ疲れを感じていませんに戻り、再び疲れを感じるためにさらに10分待たなければならない。10分間生き延びて、チャットで疲れている、寝るべきかもしれないっていうのが出たら、ここでベッドに入るだって。
モンスターは一度に一人のプレイヤーしか殺せない。モンスターに誰かが殺されればそのイベント中に他のプレイヤーは害を加えるか消失する。その間じゃどう生き延びるん？あのどう生き延びるんや。じゃあ使えないといけないの？わかんないですね。じゃあ行きましょうか皆さん。もうだからやるしかないでしょ、とりあえずは。だから何かしらのイベントが毎回起きるっぽいですよ。え、毎回毎回一人死ぬのかな？助かる条件ってないのかな？ね。だから皆さん、40秒ぐらいに一回必ず点灯する、ライトが消えちゃうので、その時にどう対応するかで、俺らが。来るよ。ライトつけていいんじゃないの？そもそも俺らは。え？どういうこと？あ、何？今誰か何か異変起きた人いる？緑のがあったか？あー、じゃあこれが今回の皆さんイベントみたいですね。ほら、家になんかツタみたいなのが出てきた。っていう、まあ特に害を与えるわけでもない謎のイベントだね、これは。やっぱだからモンスターが出るときにはさ、これしてくれって絶対指示出ると思うけどね、今の見てる感じ。出なかったらもう放置でいいんじゃない？ライトつけて。来るよ、消えた消えた。ちょ、おい、じゃあそこ閉める準備しとこう。お、まだ閉めなくていいと思う。なんかある？みんな。何か起きた人教えて。誰かが歩いてた？え？玄関？どこどこどこ？誰かいる、誰かいる。リトンタ行け。閉めろ。閉めろ、閉めろ、リトンタ。おはようって。え？ツタがまた増えた。ルームメイトが到着しましたっつってる。あ、彼は、お金を与えてくれるってことです、多分。あ、家賃払ってくれるから、そうだよね。だから今のはラッキーイベントだったってことだよね。オッケーオッケー、いいよ。今でも順調だよ。さあ、面白くなってきたんじゃないですか？ああ、住み出したわ。うん、普通に。ルームメイト。なあ。家賃払うから一緒に住ませてってことですね。はい、来るよ。またツタが増えた。ワイちゃん、ここ、ほら。え？え？逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。なんかみんないきなりさ、レース始まった。なに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 これ、走れ走れ走れ。オッケー、みんなどう？よーし、全員いる？全員いるね。よし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 、全員生存です。なに、どういうこと？あ、待って、お金お金。あ、200円もらった。今のは多分逃げ切れなかったら死んだんだろうね。危なかったね今。まだ多分寝るのはダメなんじゃない？多分10分間生き延びないと出ちゃダメって言ってたからね。さあ皆さん行きましょう。なんかどっちかってあれ似てるな。なんか、ドントプレスザボタンとか。ボタン押したらなんかイベント発生しますよみたいな。そういう感じなのかな。ライトが消えると毎回毎回こういうの発生しますよっていう。だから敵が発生する系今回ないですね。ペアパヤはって。ワイちゃん、あ、死んだんやワイちゃん。いつやられたのワイちゃん。あ、来る。え、逃げた方がいいかもしれない。ちょっと危ないんじゃない？パソコンがついてる。ちょ、レアチー、やられたわ。うん。あ、待って。はい。何？ Good evening. You just won a jackpot. あなたはジャックポットに勝った？ Yes or no でチャットしろだって。はい、Yes。おお！ 700 円ゲットした。パソコン閉じろだってよ。俺とシャル姉さ、逃げろって逃げたじゃん。あそこでパソコン閉じてったら、レアチは生き残ってたんだ。待って、シャルネ、なんかいるぞ。ニットさんだ。うん。ほら、ブチギレてるみたいな。ブチギレてるニットさんこんな感じだもん、いつも。ほら。怒ってるニットさんだ、これ。ほら。リトッタが閉じ込めた。閉じ込めろ、リトッタ。閉じ込めろ、そこに。ない。お前、出たじゃねえか、リトッタ。お前、なんで開けるんや、お前、こら。おっか開けろ、閉じ込めろ、閉じ込めろ。閉じ込めろ、閉じ込めろ。はい、井戸田よろしくな、とは。なにこれ？ねえ、めちゃくちゃうるさいお猿さんなんだけど。おい、出てるって。早く、お前、ライト消せ、ライト。あ、消えた、消えた。オッケー、じゃ次。出るわ。はい。Hello, my name is Timmy. Timmy さん。I live next door. I was wondering it. フレンドになりませんか？つってる。え、開けていい？みんな。開けるよ、じゃあ。イエス。え？テレビだ。理事長とか俺らの名前言ってるよ。このルールはシンプルだ。あー、なんか、クエスチョンに答えろっつってる。
答えまでに15秒間つってる。なるほど。 Does pineapple belong on pizza? パイナップルピザに乗せるべきって。え、どう答え。あなたの寝室にオイシャボードが現れた。コックリさんじゃんこれ。みんな、コックリさん、コックリさんのやつ知ってる？なんとかはなんとかなんですかっつったら、イエスとかYou とかあなたみたいな感じで勝手にあの手が動くんだよ。この三角のやつが勝手に動くってやつがあるんだけど、だから何って感じなんだよね。特にそれ以外ないもんね。触れたりする？夜の間にさ、コックリさんすんのかな。みんなでコックリさんやろうや。そうだね。あとみんなもうツタがさ伸びすぎてさ、やばいことになってきてる。はい、もしもーし。 The dev here I just want なんちゃらかんちゃら Piping yes or no。 じゃあ yes。 はい、私は本当に嬉しいよっつってる。うん、どういうことな。ゲーム作った人なんかねって。いや、わかんない、どうなんだろう。あのお猿さんが挟まってる。うん、もううるさい、もうお猿さん。ええ、みんなはどがな。これ飛んだ。ショップみたいなとこついた。200円で買えたりとか。何これ、グローブ手に入れた。うん、何のグローブなんていうね。何に使うんやってグローブ手に入れたんだけど。虐待、虐待じゃねえよお前こら。でもみんな多分ね、そろそろクリアだよ。でもクリアの時間やってくるよ多分そろそろ。え、なにこれ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 、ちょっと待って待って、止めろ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 。何が目的なの。みんなでピザパーティー、もういいやろピザは。お前どんだけピザパーティーしたいねん。もう訳がわからんこのゲーム。もうちんぷんかんぷんすぎる。また別のなんかイベント起きるんですかねこれから。来るぞ次は何かが。あ、何、生き残れだって。お前なんで俺がやられるねんマジで。え、クソほどビビったんだけど、今、心臓止まるかって思った、今。ねえ、めちゃくちゃ怖かったんだけど。まあ、いや、ちょ、皆さん、せっかくから蘇生しましょう、ちょっと。いや、嘘。え、みんな終わり？俺が死んだら終わり？みんなは。なんかみんな、開いたよ？開いたよ、ここ。え？なにこれ？なに ?8、6、5、4、3、2、1、0、はい。はい、ということで、もういいや、はい。あ、あと、みんな、ティビーが。ティビー来たよ、ティビー。今の2分の1だったんだね。あれでもう1個の方当ててれば、俺らは大金が手に入れられたんだよ。おい、いじめんな、シャロット、お前、ティビーを。かわいそうだろ、このティビーが。な、まあ、ちっちゃい子供なんだから。な。すごいね、なんか結構あるね、いろんなやつがあるみたいですね。まだまだ驚かせる要素があるんでしょうか。え、まだ終わんないのこれ。ねえ、そろそろ寝ていいんじゃないの。いつ終わるんって。だいたい10分から15分ぐらいって書いてたけどね。なんか今こっちで落としてなかった。ほら。なに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 あいつ。待って待って、怖い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 。え、待って待って待って。めちゃめちゃシャルロット見とるで。ねえ。シャロちゃん、お前ずっと、シャロちゃん、あの、目合わしとけ、ずっと、近くで。で、何かあったら、シャロちゃんがやられるわ。これ、何の目玉なんだろう。うわ。ニッちゃん？え？ニットさん、なんでやられた、今。あとさ、なんか、目が今、赤くなってなかった？ねえ。目が赤かったでしょ？なんか、音する、音する。わからんマジで。ねえ、わけわからん。なんか俺だけこんなビビってるみたいじゃん。俺だけこんななんかずっとさビビらされてるみたいな感じじゃんこの動画。マジなんか気に食わんな。なんかここでなんかシャルロットとかさ、あのねえ、普段なんかビビるメンバーとかタヌキ師とか連れてってさ、あのビビらせるべきやん。え、誰やっけ。じゃあお前やってみろよお前。おい、じゃあおいお前やってみろお前本当に。はい、じゃあ皆さん一回ロビー戻りましょうか。ちょっとじゃあみんな最後にあの、一番難しいモード行こう。あははってか、笑うな、お前、こら。人の不幸を。
もうなんか一番むずいモードは常にいろいろ起き続けるみたいな感じらしいので、そこ入りたいかなと思います。行こうみんな、入って。はい、狂気。毎秒ライトが消えて無害なイベントはない。モンスターは純粋な苦痛だ。考え直した方がいいよって言われてる、うん、あ、そうだね、下ほら、このゲームモードを選択する前にあなたの選択を再考してください。はい、ということでみんな準備はいい？じゃあみんな行こう。もう来んの？もう来るぞ、みんな来るぞ来るぞ来るぞ。じゃあみんなこれやってくれやってくれやってくる。扉から、逃げろ逃げろ逃げろ。うえー、あ、来るぞ来るぞ、みんなもう来んの？もう来んの？男とか言ってる場合ちゃうで。サコバイセ、やばいやばい、みんなやばいやつがいる。ああ、踊ってる場合ちゃうね、お前。みんなもう来る、もう来る、来るぞ来るぞ来るぞ。タンゴー、踊ってる場合ちゃうね、お前。こら、踊ってない踊ってない。あ、気のせい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 だって、ワイちゃん。ほら、やばいやつがいるんだって、みんな。やめて、来ないで、ごめんなさいごめんなさい、やばい、来ないで。うえーい、なにこれなにこれ。あー、これやだやつだ、みんな、やだやつだ。カサク、俺の後ろに、そう、カサクか。あ、猫チキ死んだ、大丈夫だよ、ちょっと、そっちいるんじゃね。来るぞ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 。え、戻らない、なんで戻んないの、戻んない戻んない、あぶねー。はいはい、あ、もう来るよもう来るよ。やばねえ、やばすぎやろこのゲーム。あ、来る、楽しい、もう常に来続けんじゃん、ほら、わいちゃーん。オッケー、つい来るよつい来るよつい来るよ。もうわいちゃんもやられた。あ、これ走るやつ走るやつ、よし、みんな生き延びるぞ。後ろからやってきてんぞ、カサク。よーし、俺は生存。あれ、レアチと、あとはレアチ以外生存した人。なんかサンゴッパイセンの歌ってる音が聞こえる。さあ、レアチ大丈夫かな。またレアチ今泣いてる。ああ、レアちゃんまた泣いちゃうかな、怖いね。音消してるだってね、もうそういうことしちゃうんだ。泣いてねえよジジイが。これが大人かよお前。そうだよ、俺ら生き延びよう、俺ら生き延びような。ナイスーって、はい、もうしばらくやらなくていいかな本当に。おい、誰だ踊ってんの、こらー、サンゴー、これは死後の世界だ。あの、ワイちゃん煽られてんじゃんお前、めちゃめちゃ。お前生き延びたんだね、やっぱ男の中の男だねお前。うん、はい、ということで、皆さんこちらやってみてください。いろんなエンディングがありますね。あと、カサくんは生きてます、みんな、カサくんは生きてる、知りながらもこのゲームを楽しもうとしてる、カサくんは素晴らしい。ほらほら、サンゴーパイセット踊ってるよ、知りながら。はいつくばって生きてるぞ、こいつは。なあ、どれだけこのゲームに感銘を受けたんやって、カサくんは。ほら、サンゴーパイセット踊ってますよ、皆さん。よければですね、まあ、こんな感じで2人で、踊りながらですね、こちらのホラーゲームやってみるといかがでしょうかということで、今日の動画は終わりにしたいかなと思います。皆さん、お疲れ様でした。